モノフローロサクサンナトリウムの三次元モデルモノフルオロサクサンナトリウムは、モノフルオロサクサンのナトリウム塩、吸湿性のある白色の粉末。日本法における特定毒物。ニュージーランドにおける1080毒へ使用時の警告看板別名、1080。日本では1950年3月10日に野ネズミに対する殺素剤として農薬登録を受け。 田畑や山林で毒へとして、また倉庫では水溶液の状態で用いられる。ニュージーランドではフクロギツネの駆除に、北米ではコヨーテの駆除にも用いられている。世界的には他に少なくともオーストラリア、メキシコ、イスラエルでの使用例が認められ、大規模に行う場合は毒への空中散布も行われている。オーストラリアではこれを危険視する声もある。 ご飲食防止のためシンク色の着色及び、日本薬局型、唐辛子ン器、または、唐辛子松の着味が義務付けられている。毒性は、LD50 は 0.22mg、kg、2から 10mg と非常に強く、過降粉、嘔吐、筋痙攣、呼吸抑制、心不全などの症状が現れる。毒性の作用基準は、主にクエン酸回路の阻害による、 日本では毒物及び劇物取締法によりモノフルオロサクサン、モノフルオロサクサンアミドなどと共に特定毒物に指定されており、法令で認可を受けなければ、モノフルオロサクサンナトリウムを含んだ製剤を製造、使用、所持することができない。ドイツの科学者が第二次世界大戦中に発見し、毒性を確認したとされる。また、アメリカでも同時期に発見された。 モノフルオロサクサンシオを含有するガスストロビウム。特に葉や種子に蓄積している。オーストラリア、ブラジル、アフリカなどでは、モノフルオロサクサンナトリウムなどの、モノフルオロサクサンシオを含む植物が、少なくとも40種発見されている。オーストラリアに生育するガスストロビウムなどが、典型的な例である。また、茶の葉から、微量ながら検出された例も存在する。 ありがとうございます。